ジョブ。こんにちは。またやります、新企画ね。はい。いろいろ考えますね。そうですね。はい、じゃあ今日のお題、新企画発表してあげてください。あ、私からでいいんですか？はい。新企画発表します。ミスター背番号は誰だこれね、はい、夏頃かなって思ってたんですけど、はい、いよいよ始動です。そうですね、はい、いろいろやることも多いから、うん、なかなか出せないんですよね。そうなんですよ、はい、いつ出してもいいものってそうそうそう出しそびれて、うん、夏に撮ったやつまだ出してないのありますから、ね、そうなんですよね。豊さんとやったクイズとか、あ、まだまだね、はい、あのストックはクソほどあります。そうなんです。結構ね、はい、今何十本単位で溜まってるんですよね、はい、あとお題もしこたまあります、はいいいですね、長くできそうですね。いや全然もうね、なんか最近変なことやると、はい、もうそろそろネタ切れかみたいな、ね、あのクソになります。はい、そうなんです、はい、ただね、こう合間にこう面白いこともしていこうっていう、ね、そう、はい、スタイルですね。じゃあ今日はですね、はい、皆さんの、まあ、あの年末年始、忘年会、新年会、はい、飲み会であの使える雑学プラス楽しみ方です。はい、はい、そうですね、この企画多分皆さんも本当に飲み会で使えるやつ、ね、全然使って盛り上がると思うんですよ、はい、だからそれでですね、まあ、ミスター背番号誰だということで、はい、今日は背番号1番、イエーイ、ね、プロ野球界歴史上1番名選手が多いですけど、うん、その中の1番を探そうっていう、はい、背番号1番の中の1番を誰だっていう、はいはい、ってなった時にね、はい、今もうね開始早々、うん、そんなのお前王さんやろっていうね。あ、そうですね、聞こえてきましたね今、はい、視聴者の声がもうそんな簡単だろうって、ああ王さんに勝てる人おらんやろっていうことで、うん、はい、考えました僕らもね、はい、あの王さんは殿堂入りです、はい、もうそのレジェンド選手っていうのは、はい、やっぱり難しいじゃないですか、それを超えてくるっていうのは、ね、そうですね、永久欠番になってる人は殿堂入りです。そうですね、はい、なのでもう除外をして、はい、その中で決めようという、はい、だから近鉄の鈴木圭司さんも背番号1永久欠番なんで殿堂入りです、はい、なのでミスターナンバー1には選びませんっていう、そう、はい、やっぱ殿堂入りは、うん、やっぱ殿堂入りは超えちゃいけないじゃないですか。そうですね、はい、だから殿堂入りは殿堂入りです、はい、その日他の人たちの1番から探そうっていうところで、巨人はほぼ王さんなんで、はい、王さんより前の人が、まあ、いますけど、はい、ちょっと分からないんで、そうですね、申し訳ないですけど、はい、だからもう巨人は王さん殿堂入りです、はい、で近鉄も鈴木圭さんで止まってるんで殿堂入りです、はい、その他の選手で考えていく、はい、そうです、はい、じゃあ、はい、順位から見ていきますと今年のね。あ、そうですね、だからまず最下位ヤクルトから、はい、セ・リーグ、はい、これでも佐藤さん率直に、はい、王さんじゃなかったら1位って言ったら今誰のイメージでした？まあ秋山さんとか。ああ、秋山浩二さんですか。はいはい、やっぱり子供の時の1位って言ったら、はい、秋山さんっていうイメージがめっちゃ強いです。なるほど、はい、松井裕樹ですね最近やそういやでもすごくないですか、高卒2年目からクローザーで活躍して。いやすごいですけど、入団から1を背負って頑張ってるっていう。うん、でも最近や、はい、いいじゃないですか最近でも決まる前に、はい、ここまでまあ5分弱見てくれた方、はい、今自分が思う1をまず頭に思い浮かべてください、はい、そうですね、はい、だから赤羽さんは松井裕樹ですよね、はい、で僕は秋山浩二さんで、はい、今思うあ1って言えばこの人っていう歴史も含めて、はい、まず思い浮かべてもらって、こっから各球団調べて、はい、誰か1位かを決めるっていうね。あ、上回ってるわっていう、やっぱこの、ね、あ、これも危険な企画だねやるね。そうですね、まあでも最後に選ぶのは独断と偏見ですからね、はい、はい、知ってます、はい、最後どうやって選ぶか、はい、好みなんです。あ、分かっていたっすこのチャンネル何回言うんですかって話ですよね。そうです、だから批判、はい、一切受け付けません。でも批判書いてくださってもいいんですよね。いいですけど、はい、僕の耳には一生届かないです好みなんですから。そうです、ね、人の好みにケチつけるって、はい、論外でしょ。そうですね、俺めっちゃカレー好きやから毎日食べれんねやっつって、はい、おかしいわって、そんなそれでいいと思ってんだから自由でしょ、はい、そうですね、だから皆さんも勝手にね、はい、私の背番号1位は誰やってね、これ毎回言ってますけど、うん、人を批判しないで、はい、自分の意見出してくださいね、うん、そんなんないわとか好みだからね。そうですね、はい、でもっと成績はいい選手いるかもしれないけど、その人にとってのもうミスターナンバーワンはこの人っていう、ね、この人っていうね。しかも1っていい選手多すぎて。いや、そうなんですよ、これマジ危ない企画やもん、はい、だって今ここに1は歴代バーっているんですけど、はい、
ほぼほぼすごい選手ですもん。そうですね、はい、じゃあ中村さんの次は楽天からいきます。あ、いいですね、お願いします、はいはい、1番はね、まあ、楽天でも2005年から設立なんで、はい、まあ、今年で約15年目。もう15年やりますか。そうですね、はい、だからやっぱ少ないですね。少ないです、はい、あの3年くらいかな、まあ、多分いるかもかです。このね、はい、まあ、有名どころだけっていうか分かりやすいところだけ出てますけど、はい、まあ、まあ、塩川、岩村、松井裕樹なんで、はい、もうほぼ楽天、まず各チームの位置決めましょうか。あ、そうしましょう、はあ、各チームのナンバーを決めましょう、はい、楽天はやっぱり松井ですね。そうですよね、はい、岩村さんも、まあ、もちろん有名ですけ ど、あの、あと何回も言ってますけど、はい、複数球団でナンバーワンには入れません、はい、もし楽天で入った場合、他の、ね、球団またいでいる人もいるじゃないですか、はい、複数球団一、はい、つしか入れないです、はい、だからあの岩村はどっちかというとちょっとヤクルトの匂いがしますよ ね、はい、だから楽天は松井ですね。はい、じゃあ楽天の代表は松井裕樹として、はい、はい、さあここからですね、どこの球団いきますか。じゃあパ・リーグからいきます。はい、じゃあ次はこの表に従った西武ですね。西武今は栗山です。はい、今栗山高見選手、はい、はい、でもやっぱりイメージ的佐々木真子さんもね1位ですけど、はい、まあ、秋山さんとねトレードで、うん、あのダイエット西武のトレードで秋山さんと佐々木真子さんが変わりましたけど、はい、でもやっぱ秋山さんです ね、 ですね、手番号1は、うん、だから西武で秋山さんが1番の代表になると、はい、あのもちろんホークスでは入りません。そうですね、はい、はい、じゃあ西武は秋山さん、はい、はい、こう悩むのかな。なんか次がロッテ今は清田ですね、はい、で僕入った時は小坂さんだったんですけど、あの愛子さん、はい、だからやっぱりロッテの1位って言ったら僕やっぱ愛子さんかなっていうイメージが、ね、ちょっと清田じゃまだ役不足だし、うん、小坂さんもすごいですけど、はい、なんか一律愛子さんのイメージあるんですね、うん、これだからちょっと僕の子供の時の記憶が、はい、ちょっと優先される怖さあるんですね。あ、子供の頃にうわーと思ってた選手っていう、そうが、はい、の印象が強いから、まあ、秋山さんもそうだし、はい、まあ、やっぱりだからロッテ愛子さんですね。じゃあロッテ代表は愛子さんで、はい、決まりました。じゃあ日本ハム、はい、日本ハム、いや新庄さん1ですよね。あ、1でしたね、はい、あと斎藤佑樹、はい、広瀬さんっていうイメージめっちゃありますけどね。まだあの哲郎さん、日本ハムがあの東京ドームにいた時、うん、はい、新庄さんの位置も華麗だったな。いや私これからパ・リーグですとかって言って本当にパ・リーグになりましたもんね。そうですね、はい、あ、じゃあ新庄さんのプチ情報いい、 ありますね。ぜひぜひお願いします。でもあれですよね、むちゃくちゃなこと言ったらまた怒られちゃいます、ね、新庄さんの YouTube ででも僕新庄さんの一番の思い出は、はい、2006年だったかな、オールスターで、はい、宮崎のでオールスターがあったんですよね、はい、でそれが雨で中止になったんですよ。で中止になった時にあの練習するのにドームにあの室内に移動する時に、うん、バスであの一番後ろの席で新庄さんと僕が横並びだったんです、はい、で新庄さんにあれさ、俺も結構持ってると思うけど佐藤も結構持ってるよねって言われて、なになに、それはあの運っていうことです。うん、はい、うん。ということは新庄さん、あの運のいい新庄さんが持ってるって言われるってことは僕も相当持ってます。それプチ情報です。はい。あれはすごい、なんか嬉しかったですね。いやすごい。持ってるって言われるの嬉しいですね。いや嬉しい。しかも新庄さんに、うん、はい、俺も結構持ってるけど佐藤も持ってるよねって言われたのめっちゃ嬉しかったですね。なんか言い方もかっこよさそうですね。いやめっちゃかっこよかったです。あとめっちゃいい匂いします。打席やった時に。そうなんですね、あの時の日本ハムの新庄さんと稲葉さんの香水の匂いは半端なかったですね、はいはい、めっちゃいい匂いです。マネしたりしないんですか。しないですいやめっちゃいい匂いですけど、はい、そんなに漂ってくるかっていうぐらいキャッチャーで漂ってくるんで、はい、めっちゃ降ってんじゃないですか。でもめっちゃいい匂いだったんですよ。じゃあ打席でその外でちょっと離れたところでそんだけ香るってことは、はい、プライベートこんだけ横にいたらどんぐらい香るんでしょうね。どうなんですかね、はい、でもあのプライベートはもうちょっと薄めにしてんじゃないですか。あ、試合の時は強めにとか、はあ、あとあの時は日本野球界が道具に関してすっごいフリーだったんですよ、はい、だからスパイクもカラフルなスパイクを全員つけてましたし、うん、新庄さんなんてこの襟付きのアンダーシャツでしたからね、はい、赤のユニフォームとかこの襟付きが出てて、はい、そうあるんですね。何でもいい、あの時は、はい、でリストバンドもカラフルで、はい、だからスパイクとかも本当にいろんなデザインあったり、いろんなカラーリングしてたりして、はい、やってたんですけど、新庄さんが引退されてから全部禁止になってます。へー、そうなんですね。あのチームの色しか使っちゃダメとか、なんかリストバンドは1色
だから2色までとか、はい、スパイクもチームのカラーリングのみとか。あ、そうなんですね。めちゃくちゃ厳しくなったっす。でもあのいい時代にだから僕なんでダメなんやろうと思って、はい、その別にプレーに支障なるわけでもないし、うん、誰かに迷惑かけるわけでもないじゃないですか、はい、うん、でそれを見てひょっとしたらかっこいいと思って野球を始めてくれる人もいるかもわかんないし、はい、あ、それと道具僕も欲しいって言ってそのメーカーが売り上げ伸ばすこともあるのに、うん、はい、なんでダメなのかなって今でも不思議。あ、そうですね、おしゃれしてもいいじゃないですかね、はい、うん、オールスターとかピコピコベルトしてましたからね。ピコ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 ってここでオールスターの時なんか文字がここにベルトのところにこうやって流れる電子あの黄金バットとかって本当金色のバット塗ってましたからね。いやだから新庄さんと同じ時代でパ・リーグで野球できたの楽しかったですね、いろんなことが、うん、なんか固定概念崩れていって、うん、長い、はい、いや私も今ね1個プチ情報出そうかと思いましたけど、もう11分でした。なんすか。いやあのまず、あ、ちょっと話戻っちゃうんですけど、うん、稲葉さん香水かけてるって言ってたじゃないですか、うん、女性もの使ってたらしいんですよ、なので私香水買いに行った時に、うん、女性ものの中で、うん、これはあの稲葉さんがあの使ってるものですっていう張り紙があって、いやもうこれどうなんだろうと思って、うん、稲葉さんかっこいいけど男の人も使える香りだから私買おうかなみたいな、どうなんだろうと思って、うん、でも男の人が好むってことはつけてると男の人好きなのかなとか、すごいその前ですごい考えた覚えがあります。買ったっすか。買わなかったじゃあ、はい、半分は新庄さんにしましょうか。新庄さんですね。やっぱり、はい、そういういろんな影響を与えたのも大きかったですよね。そうですね、はい、これ代表書かなくても覚えられますね。そうですね、はい、次じゃあソフトバンク、はい、まあ、秋山さんも1なんですけど除外ですね。西武で入ってますからね、はいはい、いや私内川さんのイメージが強いんだな最近ね、はい、でも柴原さんがね僕らの時はそっか、はい、柴原さんでしたし、はい、ブレイザーっていうね野村さんの時とあの参謀役でね、はい、すごいすっごい素晴らしい人だったらしいんですけど、はい、残念ながらちょっと僕は分かんないんで、うん、どうしますか。うーん、じゃあもうここは柴原さんと内川ですね。はい、どっちですか。もうこれは佐藤さんの好みですよ決めていいですよ。いいんですか。いやこれ一応チャンネルとして里崎チャンネルですね逃げてますねいや私柴原さんのその活躍存じ上げてないんで私が、まあ、内川かな。内川選手やっぱり内川選手かな。じゃあウッチーでいきますか。うん、はい、ウッチーにしようかな。じゃあソフトバンク代表は内川選手です、はいはい、じゃオリックスっす、はい、今中島ですね、はい、で後藤美月で福良さんです、ね、あ、三坂、はい、はい、で福良さん、福良さんもそうだったんですね、はい、あと美濃田さん、 やっぱこれは福良さんかな。やっぱ頑張ろう神戸の時のね、はい、あのブルーウェーブの時のもあるし、はい、美濃田さんもねやっぱ阪急の時は、うん、まあ、やっぱミノダって言えばトリプルスリーもしてるし、はい、すごい選手だったんですけど、うん、ミノダさんかな迷ってきます。ミノダさんか福良さんか、うん、どうしますか。佐藤さん悩むとすごい固まるんですよねうーんとかじゃなくていやミノダさんか。ミノダさんですか。ちょっと調べよう。いいんですよ、あの好みで。美濃田さんかな。ちょっと福良さんの成績、はい、もう見ました。見ました。発表します。はい。じゃん、美濃田さんで。おお、美濃田さんにしました。美濃田さん買いましたね。頑張ろう神戸のイメージもあったんで、はい、福良さんかなと思ったんですけど。もちろん成績だけじゃなくてもいいと思うんですよ。はい、でもやっぱり美濃田さんっていうイメージもすごい強かったんで、はい、美濃田さんにします。じゃ美濃田さん、オリックスの美濃田さんにします。はい、はい。はいはい、じゃあセリーグ行きましょう。あ、セリーグ、じゃあ、はい、まあ、巨人は王さんですからね、はい、じゃあ阪神です、はい、あ、鳥谷選手、鳥谷がね、阪神は長かったですからね、はい、2004年から19年だからね、はい、結構で15年15年、16年16年うん、めちゃくちゃ長かったですから、うん、まあ、オマリーもね、はい、つけてるっていう。でもあの、ムッシュ、吉田優勝さんも背番号1なんで、うん、はい、で、あれって言われてたんですよね、牛若丸って。あ、そうなんですか。はい、いや、僕も聞いただけでちょっとそこまで詳しくないですけど、はい、まあでも鳥谷ですかね。いや、私ももう鳥谷選手のイメージしかないですね。ね、はい、阪神やっぱり鳥谷にしましょうか。そうしましょう、はい、じゃあ鳥谷選手にします、はい、じゃあ次中日です、はい、あ、福留さん、はい、やっぱ中日はね、うん、もう福留か、はい、高木森道さんかと思うんですよね、うん、あの高木森道さんだって昭和38年から57年ってほぼ20年、はい、背番号1です。そんなにつけてるんですね、はい、
だってあの堀さんが、はい、あの俺は高木森光さんの次にバックトスがうまいって言ってたんですよ。へー、だから高木森光さんの方が1位で俺は2位やって言ってたんですけど、はい、だからそれぐらいうまかったと思うんです、バックトスが。うまかったと思うんですよねでも高木森光さんかな、中日は。うん、福留さんではなく、うん、やっぱり20年1背負ってるってすごいと思うんですよ。そうですね、うん、約、うん、じゃあそうします、高木さんにしますか。あ、はい、じゃあ高木さんです。はい、じゃあ DeNA、はい、まあ、横浜からね、太陽から、太陽横浜ベースは DeNA とね、はい、現在は桑原選手、はい、去年から。これちょっとね、 DeNA、まあ、ベイスターズ一番難しいね。うん、まあ、あの近藤さん、まあ、元ね監督が60年から74年まで、はい、もう結構重犯もありますし、はい、あと山下大輔さんも75年から88年までで、で新藤さんでしょ、うん、で金城でしょ、はい、首位打者も取ってるし、はい、で、あの、ちなみに谷繁さんも最初1位だったんですよ。あ、そうなんですか。でも谷繁さん、僕はなんか8っていうイメージの方が強いかなっていうところもあるんですけど、これは難しいなどうしますかまあもうこれはもう独断と好みでいいんじゃないですか。山下さんかな、山下大輔さんかな、ミスター1は。だってあの山下さん、僕日本放送で番組やってる時の守備の名手っていうコーナーに出ていただきました、はい、守備の名手でもありました。あ、そうなんですね、はい、じゃあ山下さんでいいですね、はい、はい、いいです。じゃあ広島行きましょう、はい、広島はもうね、うん、前田さんのイメージしかないです僕。前田智則さん、はい、今はね鈴木誠也ですけどね、はい、だからまだ若いんですよね、その突き始めて。そうそうそう、しかもこの、 4,5 年ずっと前田さんが認める存在にならないと一応誰かに託さないんだったんですよ。あ、そういうことだったんですか、はい、でそれで鈴木誠也がつけて。そうですね、51位だったんですもんね、はい、まあ小葉さん、はい、小葉武さんも背番号1だったんですよ、はい、まあ、殿堂入りされてね、うん、日本一の監督にもなられてますし、はい、小葉さんもすごいって思うんですけど、はい、小葉さんの1っていうイメージが僕に全くないんでなるほど、まあ、監督小葉さんっていうイメージの方が強くて、はい、だからもう広島は前田さんですね。じゃあ前田智則さん、はいはい、はい、じゃあ最後です、ヤクルト。はい、ヤクルト一番難しいですよ。ヤクルトすごい名前ですね、はい、これ若松さん、池山さん、青木、山田テストっすよ。はい、岩村さんもなんか中に。あ、そうですね、はい、はい、ましたけど、はい、ミスタースワローズが1位、そう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 、はい、僕の子供の時1位したも池山さんっていう、はい、ブンブン丸っていうイメージですもんね、はい、あの野村さん監督の ID 野球で優勝した時の、はい、青木選手もつけてるんですか、ね、青木も最初23から1になったんですよね、はい、山田も23から1だったから。あ、そうかもしれない、はい、そうだ、だから若手の期待は23なのかな。でも20番台もいい選手ですもんね、うん、そうそうそう、はい、若松さんの一応だー、すごいよなー。22でしたもんね、はい、はい、やっぱ池山さんとかもすごいすごいんですよね。若松さんかな、若松さんにしますいやでも山田哲人選手も相当すごいですよ。そうですね、はい、だってトリプルスリー何回でしたっけ。3回、そうですね、そうですよ、山田かな変わりますね若松さんえげつないですよ、成績ですか、はい、めちゃくちゃ尋常じゃないですよ。ほぼ3割しか打ってないですからね。通算打率3割1分9厘ですからね。すごいですね。あ、本当だ。尋常じゃないですよ。ほぼ3割ですからね。あ、2割取ったのが1年、2年、3年、4年、3年、最後まあ引退される時ですけどね、はい、しかもその2割もギリ2割ですからね。そうですね、2割9分とか、はい、うん、尋常じゃないですから若松さんの成績見たら。3割5分8厘とか、3割5分、3割5分こんだけ打てるんですね。いや、3割7分7厘とかあります。いや、すごいっす。まあ、でも試合数がその年は多分55試合だったんですけど、うん、いや、すごい、すごいっすよ。すごいですね、はい、若松さんすごいっしょ。はい、若松さんか、若松さんですかでもやっぱりトリプルスリー3回やから。そうですね、うん、でしかもこう敬遇してきてんでしょ、みんなの意思ついてんでしょ。ヤクルト山出そうで、お出そろいま、これで出そろいましたっけ。はい、12球団一応出そろいました。巨人はいないですけどね、はい、で王さんと鈴木圭さんは殿堂入りです。殿堂入り、はい、はい、決めましょう、決めましょう、はい、
いやこれ決定機はもう佐藤さんですからね。そうそうそう、え、決めていいですよ。いや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 、もう滅相もございません本当にもう恐縮で。え、いやいやいや、もう坂本さん的なやつ言います。いやちょっと待ってください、もう松井言っていいのか分かんない。今 めっちゃ見てきたんじゃないですか。はい、めちゃ見てきましたね。ちょっと荷が重いですか、それは。さすがにもうちょっとこれもうひいきで松井ゆうきっつったらもうどんだけやねんって言われそうなんで。いやこれあれでやっぱりね、無謀な企画したね。そうですね、これ選べないですよね、うん、いやでもやっぱ選ばないと企画成立しないので。そうですね、はい、ここはもう僕の好みっていうことで。そうですよ、あの全世界70億人の人の批判を一切受け付けないっていう、はい、鉄の心で、はい、はい、そうですね、発表しましょう。あ、もう決めました。はい、決めました。はい、もうこんな悩んだらもう仕方ない、もうパッと思いついたんでいくっす。よし、はい、分かりました、はい、お願いします。はい、では発表お願いします。プロ野球界歴代背番号1の代表者は、ダカ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 、じゃん、ヤクルト山田哲人。最後あれだけ悩んで、若松さんと悩んで山田哲人さんにしましたけど、やっぱ若松さんに勝って代表になったんで、はい、っていうのもありますし、うん、あとやっぱり見てきましたけど、これ、はい、まあ、若松さんとか池山さんとか青木岩村とかね、そのこのなんかミスターヤクルト、はい、一番のヤクルトの位置はミスターヤクルトでしょ、うんうん、でヤクルトっていう看板もついてきてる中のプレッシャー大きいですよね、はい、しかもそれを勝ち取るなんかありがたいのはですよね、うん、だからなんかあの他の球団だと1この人みたいなね、はい、そのなんかあの前任者の人が、だから広島だったら前田さんっていうね、はい、でだから前田さん、鈴木誠也、ここからまたその1の系譜が行くかもわかんないですけど、ね、歴史上、はい、なんかこの並びも良かったですね、うん、1のこの、まあそうですね、すごい人しか本当にいない流れですか、ね、はい、だからヤクルトの背景のと歴史の重みと山田哲人のトリプルスリー3回は、はい、やっぱりもう抜かれないかもわかんないですよ。そうですね、この後つける人がいつ現れるのかっていう、うん、だから多分ね、山田哲人もね、殿堂入り確実なんですよ、うん、確実に、はい、しかも3回トリプルスリーでしょ、はい、もう抜く人いないでしょ多分、ね、で未来に向けて4回目もありうるでしょ、はい、いやあの歴史上日本では誰もいない40本塁打40通りの40-40の可能性を秘めてるんで、そうですね、あのもう未来に向けても期待値しかないし、はい、もう全ての方の中から独断と偏見で、はい、ミスター背番号1は山田哲人にします。おお、まあでもそれをやっぱ聞くと、ああ確かにって思いますよ、ね、はい、だからまあ皆さんがね、うん、あとどう思うかは僕はもう知りませんけど、はい、コメント欄全然違うのがバーッてあるかもしれないですね、好みなんですか。そうです、だから僕も皆さんの意見を否定するつもりは一切です、はい、はい、そうですね、はい、だからこの里崎チャンネルのミスター背番号1は山田哲人です、はい、あ、いいですね、はい、あと何倍やってほしいのかね、あ、それも書いてほしいですね、はい、あの99番、100番ぐらいまでありますから、はい、ゼロからね、ちょっと22とかもやってみますか。あ、やりましょうか、やりましょうよ、うん、はい、まあ 100% ミスターに選ばれないですけどね。あ、22ってそんなすごい方いっぱいいるんですか。いいですよ、大魔神佐々木さんもいますし、そっか、あと高津さんとか、はい、もう藤川球児とか、あ、もう考えてみたらそうですね、はい、めちゃくちゃいるんで、はい、まあ、やってもいいですけど、はい、あの淘汰されますけどね。あ、でもロッテ代表にはなりますもんね。先輩で。はい。この企画またあのね、ちょっと回数とかも結構回ったら、ね。そうそうですね。はい、だからあの皆さんね、やってほしい背番号があったらまた、はい、あのコメント欄お願いします。はい。ミスター背番号1はプロ野球ヤクルトスワローズ山田哲人でした。